西ブルー。さあ、まあヒースがまずは出てきました。ヒーローインタビューです。放送席、放送席、そしてライオンズファンの皆様、お待たせしました。ヒーローインタビューです。連夜のサヨナラ勝ち、まずはお一人目、延長戦ナイスピッチング、ヒース投手です。おめでとうございます。おはようございます。まあ、2日続けて延長戦の登板になりました。マウンドに上がる意識はどうだったんでしょうか。Yes, I just try to go in and throw strikes and keep the team in there. まあ本当にあの積極的にストライクを取っていってしっかりと抑えようと思ってマウンドに上がりました。ナイスピッチングでシーズン途中加入からこれ早くも3勝目。今シーズンここまでピッチングいかがでしょうか。Yes, I mean it's the third win, but it's a team win most importantly, and without the hitters, it wouldn't be a win for me.そうですね、これで3勝目なんですけれども、これはもう本当にチームの勝利であって、本当に、しっかりと打ってくれたので勝てたと思います。改めて今シーズン途中から加入、ご自身のチームでの役割というのはヒースさんどう感じているんでしょうか。 Just pitch when my number is called. Just throw. もう本当にしっかり投げるだけだと思っています。そしてヒーさん、ライオンズに入って初めてのお立ち台、このヒーローインタビュー、ここから見る雰囲気というのはどうでしょうか。It feels good, feels great. I wouldn't be here without Morey with the hit. そうですね、とてもいい気持ちです。まあこれからももっとここに立てるように頑張りたいと思います。それでは今後に向けて最後にライオンズファンにメッセージをお願いします。Great win today. 本当に勝ててよかったと思います。次も期待してます。 All right, thank you, thank you. おめでとうございました。まずは一人目のヒーロー、ヒース投手でした。さあ、そして延長10回見事に決めてくれました森友哉選手です。ナイスバッティングです。ありがとうございます。森さん、連夜の延長戦に入りました。今日はベンチスタート、どうご覧になってました。まあ接戦になるだろうなとは思って、まあ後半いつでもいけるように準備はしてました。その中で森さん、昨日は延長同じようなケースでランナーを置いて浅村さんが決めました。同じように相手クローザーとの対戦、打席での意識はどうだったんでしょうか。まあ打ちたいなと思ってましたけど、次のバッターが秋山さんだったんで、まあ、別に三振でも秋山さんが返してくれると思いながら楽な気持ちで、打席に立ちました。結果見事な一打でした。振り返ってどうでしょう。気持ちよかったです。今森さん横に立っていてもまだびちょびちょですけれども、これで今シーズン2回目のサヨナラだ、最後自分で決める気持ちどうでしょう。本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。そして森さん、チームとしても連夜のサヨナラ、そして連勝も伸びました。また勢いもついていく勝利になるんじゃないですか。そうですね、後半、勝ち越すことがなかなかできなくて、今回、勝ち越すことができたんで、この勢いに乗って、また試合したいなと思います。さあ、それでは最後に最後まで残ってくれたライオンズファンに向けて熱いメッセージお願いします。優勝します。応援よろしくお願いします。今後も期待してます。ありがとうございました。おめでとうございました。今日のヒーロー、ヒース投手、森友哉選手でした。ヒーローインタビューを聞いていただきましたね。森友哉が優勝しますと宣言しました。はい、しましたね。なんか感触あるんですよね、なんかに雰囲気。そうですね、そういう雰囲気、はい、流れがあると思いますよね、はい、感じてると思いますね。はい、まあ、母校の大阪桐蔭も強いですし、はい、今日はまたまた昨日と同じようなシチュエーションで大阪桐蔭が決めたという感じですからね。大阪桐蔭がホームに帰ってきましたね、はい、ホームに帰ってきましたからね。
まあ、でもこういう接戦を取るというのは強い証拠ですよね。そうですね、うん、それとサヨナラ2夜連続サヨナラですし、はい、4連勝になりましたし、はいはい、いい流れいい雰囲気だと思いますね。そうですよね、まあ、スタートしてとにかくソフトバンクに1勝2敗、はい、そして今度はイーグルスに1勝2敗というところからのこの3連勝、そして前からは4連勝になりますけどね。そうですね、はい、まあ、その辺はあの森トンネルも話をしていました。さて、